いい、私こういうの好き。こんばんは、こんばんは。お元気でしたか？お元気です、元気もりもりです。メールでも書いたんですけど、元気もりもりです。ダンスお上手ですね。嬉しい、ありがとう。久しぶり久しぶり。キス&ラブレターキャンペーン、あーそうなんですね。あ、すごい、だからこんな可愛いギフトってんですかね。これもありがとうございます。可愛い、え、可愛い、なんかずっとこれでいいんじゃない。ダメだよね。6月2日の公演当選したので、なんちゃん出たって頑張ります。出たら嬉しいな。出ますよ、なんて言ったって私ですから。全部出ますよ。最近どうすか。最近は元気ですね。まあ、課題も終わったことですし、はい、まあ、また次新しい課題が出てくるんですけど、あの、まあ、一旦終わったので、まあ、一旦自分を褒めてあげようという期間ですね今は。終わったんですよ、未だ全然空会えてない。悲しい、会おうね。調子いいねだって。間に合った、全然間に合ってるよ。受付ってもらったよ、そうだね、受付しましたね、覚えてるよ。終わってまた課題出たの、あの、まだ出てないんですけど、もう出るだろうなっていう噂をもう、あの、はい、耳にしてるので、まあ、なんとなくわかるじゃないですか、授業の流れ的にさ、あー、これ絶対課題出るだろうなっていう。はい、もう最悪、本当に、ないんですけど、やらないと卒業できないからやるんですけど、はい。でも私はあの本当にこれはダメですよ、ダメなことをしてるんですけど、春休みとか夏休みの宿題は、あの、授業中に終わらせられるものは終わらせちゃう人なんですよ。あ、すごい、愛だって、ありがとう。絶対ダメなんだよ、ダメって知ってるんだけど、なんかやっぱさ、お家だとあんまり集中できないから、そう、集中できる時にやっちゃおう作戦。そうで、終わったやつは学校のロッカーとかにしまっといて、もう絶対に夏休み明け、あの、忘れないようにするの。そう、なんかやったけど持ってくるの忘れたとか一番辛いじゃん。だから私は絶対ロッカーに入れて、夏休み明け学校登校してロッカーから取り出して提出するっていう方法で乗り切ってます。できる子や、そうでしょ、私できる子なの。資格取るとき家じゃ絶対できなくて、そうだよね、やっぱそうだよ、お家じゃできないよ、お家はさ、誘惑がいっぱいあるから、テレビだったり携帯だったり食べ物だったりいろいろ、そう、仕事できるタイプだって、嬉しい、お仕事できちゃうタイプかな私。やってみて、おすすめ、おすすめ、おすすめ。デキイソくんだって。なんか聞いたことあるな、そんな名前。生誕 T シャツはデザイン決まった、あ、書きました、頑張って書きました。書きましたよ、生誕 T シャツと生誕グッズ、頑張って、あの、はい、書きました。はあ、いつだろう、
来月とかに出るんですかね。どんなるかな。そんなあまり期待しないでね、でも。うん、でも個性出てる、あのやっぱ個性出てる絵だと思います。はい。色は何色かな、何色かな。期待大、ちょっと緊張する。まあでもうん、男子が街で着れる、あー街で着るのはちょっと勇気あるかもしれない。あのさ、上に羽織って隠したらいいと思うよ。ああニヤニヤすならって怒られちゃった。コンビニ行ける？まあ皆さん次第ですね。あのはい、でもいや、なんて言ったらいいんだろう、私の服だーって感じ。私のグッズだーって感じ。あ、ありがとう。着るのが怖い、だって怖がらないでよ。いいんだよ着て。なんか派手ではないんですけど、あのね、特徴当たった？お、書きますね。ねえ、やばそうとか言わないで。違うよ。いや、可愛いよ。可愛くできてるの。可愛くできてますよ。可愛いんです。可愛いんです。可愛いんですよ。もうやだ、なんか言ったら全部なんか。みんなの想像が、ね、想像以上になりたいからさ、みんな結構レベル低く思ってて。5月の個別生写真販売されたよね。あ、そう、いちごでしたよね。確かいちごね。非常に怖いとか言わないでよ。私頑張って夜な夜な書いたんですから。もうマネージャーさんに「いつ出すんですか、まだですか？」とか言われながら、「すいません」って言いながら書いたんですから。頑張ったんですよ。推しの書いた絵はそれだけで愛おしい。だって嬉しい、嬉しいこと言ってくれるじゃん。こんばんは。そうだよ。そう、すいません、忘れました、ごめんなさい、次持ってきますとか言って。うん、本当にもう寝ないで考えたんだから。嘘だけどさ。今日から消えてるんじゃないかと。人受け付けが怖いです。何を言ってるんだ。消えないよ、消えるもんか。課題とどっちが大変だった。リアルに、やっぱグッズ。課題はやっぱ教科書見たらさ、答えがパッて書いてあるからブルブルって書けるけど、これは自分で考えて、デザインも考えて、なんか何色使おうとか、なんかいろいろ考えてやらなきゃいけないから。しかもさ、初めてのグッズだよ、自分の。頑張らないとと思って、あのはい、力入れてきたんで。自信、そう、自信作。ふとこういけることになったんだけど、受付間に合わないかも。まあ急ぎすぎてなんか事故っちゃったとか大変だから。ゆっくり来ていいよ。ウィンク上手だったよ。あ、そうです、
なんだ、メールかな、メールにウインクした写真を載っけたんですけど、どうでしたか。チュン、可愛くてごめん。なえちゃんパパとかなえちゃんママ聞いたね、やだ、実家帰ってさ、ただいまって言ったらさ、自分のグッズ着てるのやだまだ受付空いてない、あね、受付は運ですね運ですねっていうかそう名作、名作かもしれないよこれさ、どうしたらいいんだろう、こうか、あ、すごい、なんかクマ、ありがとう、ありがくまなんでもいいよいしょよいしょ、運ないのよね、運ないのか、あげるよパワー、私は結構運がいいと思います、運良き人あー、ありがとうくま、ありがとうございますふみさん動画見た、なっちゃうめっちゃ上がった違う、私、あ、そうね、ちょっと聞いてほしいんです、なんか YouTube 上がってるじゃないですか、で見たんですよで、あ、ふみさんだと思って、なんか私はもうはぁってなっちゃって、なんかすごいこんないや、なんか全然ほんとな、ほんとなんかはぁ本物だみたいな表情しちゃってなんかもっとニコニコしてしてほしいよねって思った自分が見ててこんばんは、こんばんは、そうなんです独特な解釈してたなんかちょっと緊張しちゃったんですよねなんかだってさ、見てた方だからさ、本当にやっぱびっくりしちゃってはぁ、あ、ってなっちゃったあ、最悪、バカバレた会釈だって、あーテーブロもうやだ、もうしだし、かわいいありがとうね、ラブレタそう、いいの、黙っとくの一番、黙っとくのが一番なんだからねえ、録画しなくていいから消しなさい早くなんちゃんに受付してもらって免許証そうそうなんです、あの受付でなんか本人確認さあ、書類本人確認できるものを出すじゃないですか、それで結構あのお財布にしまわないでそのまま行っちゃう方が多くて、だから毎回「ああ!」って言ってそう、皆さん忘れないように、大事なものなので失ったのかな26のお昼受付ありがとう、じゃかいかった、嬉しい、ありがとうね肌綺麗って褒めてくれてありがとう、あ、肌綺麗で思い出した、あの私ファンデーションもね買ったんですよ、そうメイク用品、ファンデーションを買って、何のファンデーションを買ったかっていうと、あのななみさんにおすすめされたファンデーションを買ったんです、でこの前の前座が、あの本当に久しぶりに私前座出演だったので、久しぶりに会ったんですよ、ななみさんも含め、あの先輩方、同期もそうですけど、うん、そう、それで私がファンデーション買ったんですって
言ったら「じゃあ下地も教えちゃう」とか言って下地も教えてくれて、そうだから次はその下地を買いに行きます。私は何でも一緒にします。おすすめされたら何でも買います。スイスの誕生日の日、そうです、スイスさんの誕生日の日です。生誕祭めっちゃ可愛かったんです。あの お昼じゃない夜公演終わって、あのファンの方が作ったなんか何ですかあれって、なんて言うんだろう、パフェだったんですけど、そうめっちゃ可愛くて、でその中になんか隠れキュウリとかが入ってて、そうえすごいと思って、スタンドフラワー、あそうだそれだそれだ、スタンドフラワー、そうめっちゃ可愛かったんです。いちごが乗っててよく見たらキュウリがあったんです。そうえすごいと思って、キュウリ、そうすごいちゃんと考えられて作られてるんだなって思ったの。そういっぱい写真撮りました。クシャ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 って、そう私もキュウリ好きだから、あそうあの身どもりだったじゃないですか前座が、でテレテンテレテンテンポーズテンテレテンテンポーズってとこあるじゃないですか、あそこ実はあのスイズさんの生誕祭夜公演はスイート月ってあの4期みんなでやったんですけど、気づきましたか皆さん、そうスイスイスイートやつと月ちゃんの好きな野菜、好きな野菜、好きな野菜か、いちごじゃがいもかな、あキャベツも好き、お気づいた、好きな野菜はハラミです。ハラミハラミハラミスイカ、あスイカも好き、あね私ちょっと前にスイカバーを初めて食べたんですよ人生で。スイカバーって私てっきりスイカの味だと思ってたんですけど、あれってあれってスイカの味ですか、私の味覚がおかしいのかな。そうアイスのスイカバーを食べたんですよ。そう初めて食べたんですけど、なんか食べる勇気が出なくて、違う、やっぱ違いますよね、なんか私スイカの味だと思ってスイカだと思って食べたらあのびっくりしちゃって、えってそうびっくりしちゃったの。そうで種がチョコレートで確かチョコだった、まあ美味しかったんですけど、あのはいギャップびっくりしちゃったあれって何味なんですか、皮捨て、えあれ皮ってあった、あ違う、あれも食べれるよね、あれなんか食べれない場所ありました、いや全部食べた記憶がある。そう色はスイカなんです。メロンバーなんてあるんですか、へえ。メロンバーはメロンの味ですか、また違うんですか、皮もちゃんと気づかなかった、皮
あ、こうやって見たらよかったのか。え、気づかなかった。もう一回食べてみよう、じゃあ。まさか全部、え、全部食べましたよ。あれ、なんか私食べちゃいけないってこと。あー、メロンパンの方が好き。お、メロンパンの方が好きな方多いですね。メロンパンはメロンの味ですか、また違うんですか。まずスイカバーが何味なんですかね。そこからしてもわからない。下の方緑だったでしょ。あ、はい、緑でした。なんか赤色のところ緑色のところみたいな感じでした。全部食べた。あ、大丈夫、よかった。さすがに棒は食べませんよ。スイカバーって当たりあるんですかね。あったら嬉しい。え、なんか何味って感じたんだろう私。なんかもうスイカだと思って食べてスイカの味じゃないっていう衝撃が強すぎて、なんかもう味わうとかそういうのじゃなく、そういうもう何どころじゃなかったんですよ私。そう、お家で食べたんですけど。いちごとストロベリーみたいなもんですよ。うん、え、メロンバーがいちごとストロベリーですか。あ、違うよ、待って、いちごとストロベリー。ああもうダメかもしれない今日。種が、え、なんかチョコレート入ってましたよね、こんくらいの。いや、ちょっと大きかった、こんくらい。桃太郎はよく目にするんですけど食べたことないんですよね。あれはもう見た目通りですか。あの、私の見た目的にはいちご味のかき氷みたいな感じだと思ってるんですけど、どうなんですか。なんちゃんこんばんは。こんばんは。そのチョコが種。あ、種、オーケーオーケー。いちごだよ、桃太郎いちご味。お、正解です、やった。桃太郎も、あー、ろれつが。桃太郎は食べちゃあかんで、鬼退治行かないと。はあ、面白い。きびだんご食べたい。そしたらじゃあ正解です。ニポン、ニポン。桃太郎を牛乳に溶かすと美味しいの。へえ。あ、練乳かき氷的な感じですか。こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。いかが元気にお過ごしております。今日は雨でちょっと気分がシュボンとなりそうだったんですけど。磯太郎もあるよ。絶対ないよね。絶対ないよね。本当にある？浦島太郎もあるよ。ずっと思ったんだけど、いくらもね、山田ちゃんに似てるよね。え、これ私あの本当に申し訳ないし、本当に失、あの本当にあの私はすごく嬉しいんですけど、あの、はい、山本アナさんには本当になんか申し訳ないんですけど、あの一番初めの人生で初めて生写真撮影しますみたいな時のカメラマンさんにも似てるって言われたんですよ。そう、ちょっと似てるよねって。そう、私は嬉しいんですけど、あの本当に、はい、申し訳ない。清楚と言ってたよ。私せ、まあ私テストですもん、だって本当だもん。NCT に興味があるので、私でもこの曲が聴けという楽曲がありますか。この曲が聴け、なんだろう NCT。 うーん、
でも今日は負けでもいいは本当にいい曲だと思うのでぜひ聴いてみてください。目が似てる、あー確かに、あでもそうかもしれない。清楚キャラですか、まあ清楚キャラでまあ行こうかなとか思ったりしなかった。私は何キャラなんですかね、自分でもわからないですこんばんは、こんばんは。わかりました、情報ありがとうございます。いえこちらこそ。金太郎アイス美味しいの、何金太郎アイスって。チャット肉乗せてる角度が似てるかも。あ左側ですか、私左側から撮るんですけど萌え萌えキャラでは絶対にない、うん真面目正統派。一回は王道アイドルを目指した方がいいよ頑張ります、目指します。じゃあ小豆のガチガチに硬いアイス、あこうやってやってもなかなか食べれないってこと。うん、私的にも星座キャラよりも面白いキャラだ、あれ私って面白いキャラあれ似てた、お正統派。あそうゲラって最近よく言われるんです、私自分ではゲラだと思わないんですけど。あーかわいい、ありがとう、ラブレター、これラブレターなのかな、ありがとうたまにポンポコさんとかまたかわいいなって、ありがとうポンコツってか、なんか抜けてる、私はなんか抜けてるんですよね、なんか多分ネジが生まれてくるまでの過程でネジがちょっと1本か2本ぐらいちょっと抜けちゃってる、はい、なんか本当に忘れ物とか多くて、はい、もうこれ本当ね自分でも直さなきゃいけないって分かってるんです。本当にあのなんか現場とかでお弁当あるじゃないですか、お弁当余ったら持って帰っていいよって言われるんです。でだから私はじゃあもちろんもらいますって言ってもらってちゃんと袋にも入れて置いておくんですよ、持ち帰ろうって帰り持ってこうって。で、まあ、いざ帰るじゃないですか、お疲れ様ですありがとうございましたって言って帰ろうと思ったらマネージャーさんに磯崎さんこれって言われて私はお弁当を自分でちゃんと袋に入れて持ち帰る準備までしてたのにお弁当を持たないで帰ろうとしたりとか、あの本当になんでなんですかね、あの本当直したいんですこういうのところを。毎回磯崎さんってあの言われるんですマネージャーさんに本当にどうしたらいいんだろう。いや私は別に本当にお持ち帰るっていう気持ちがあってちゃんと袋に入れてよしこれは持って帰るぞ思ってるんですけど、なんでか分かんないんですけど忘れちゃうんですよね。かまちゃんのこと言えないじゃんいやこれは言える、だってでもさお弁当はもちろん大事で大事なもんだけど、やっぱスマホを忘れるは一番ダメだと思うんです私そう困っても帰ったって言って、コマさっき帰りましたスマホ、私はこの光景を2回ぐらい見ましたお弁当忘れけど忘れたくないんですけどなんか忘れちゃうんですよね、なんでなんだろう、物忘れキャラね、やだ物忘れキャラとか絶対にやだ、チュー可愛くてもう一回やってるこれ
リュック忘れた。え、手ぶらで帰ったってこと？すごいね。明日お見送りの時に確認しようか。お弁当持ってしてお願い。牛乳歌うなんかチュって出るから、なんかチュって歌いたくなっちゃった。手にメモ、いやでも中学校の頃はよく書いてました。書いてもなんか書いて満足しちゃうんですよね。本当に良くないよね。書いて満足しちゃって、なんかお家帰っても結局見ないんですよね。そう。そう、でも学生の頃、学生の頃って今も学生なんですけど、そう、私は運がいいから、だいたいそうやって忘れ物した日、これ多分前も話したんですけど、忘れ物をした日に限って使わないんです、学校で。そう、使わないんです。で、次回使いますとかになるんです。だから私は毎回なんか本当はさ、忘れ物したら先生に報告とかしなきゃいけないんですけど、しなくてもセーフなんです。私は、俺はメモ帳にメモして満足して、そのメモ帳をなくして忘れた。あー、そのパターンもありますよね。そのパターンもある。その運分けてほしいぜ。ぜひ。そう、味方してくれてるんです。そう、運がいいんですよね。自分でもこれは言えちゃう。才能を。なんちゃんに触れた俺も、運が良くなるかな。なるんじゃないですか。なるんじゃないですか。でも私おみくじは別にそんなにいいの引かないんですよ。というかNGT に加入して新潟に引っ越してきて、で神社に行っておみくじ引いた時は大吉引いたんですけど、でもそれより前の人生で私おみくじで大吉引いたことないんです。いつも中とか小しか引いたことないんですけど、新潟に来てから大吉引くようになって、そう、運がもっと良くなってる気がする。いつまでに顔認証してもらったら良すぎないかな。あ、でもね、この前の前座の時、この前のね、お見送りじゃない、お出迎えの時にね、どこだっけ、なんか、いい席当たった、ありがとうって、何人かに結構、言っていただけて、そう、よかったと思って。磯崎大吉に改名しません。そう、運気アップしたかもしれない。新潟に来てくれた方が俺にとっての大吉、ありがとう、嬉しい。導かれてきたのか新潟に、そうかもしれない。新潟に来て正解って意味だと思うねえ、嬉しい。来週抜け付けしてもらえたらどんな席でも神席でかっこいいけど。ねえ、本当に思ってる、そんなこと。知ってるよ、私推しではないことは知ってる。そう、私は神奈川県民なんです。大吉っぽい髪型ですかね。どういう髪型。あっちゅ、かわいくて。こんばんは、こんばんは。すごい、みんな感謝ありがとう。私も感謝だよ、本当に。ねえ。
誰もしか知ってるでしょ。知ってるけど。最近見てない。でも最近見てない顔。返信もない。私は知ってる。私ちゃんとみんなからの返信見てるんですよ。だから、あ、最近なんか返信来てないなとか、うん、分かっちゃうんだから。こんばんは、こんばんは。遊びに来たよ、ありがとう。なっちゃん、おしんさんと幸せだろうなって。そう思うならさまあいいけどさみんな素敵ですからね。 NGT48 のメンバーみんな素敵なのでいいんですけど。あ、今日返してない。じゃあ今すぐ返してください。あ、そう、今返したらダメか。終わったら返してください。読んで満足しちゃってる。まあそういうパティーンもありますよね。そういうパティーンも。本当に来てないよ、時間来て。そうですよね実はメールまだ取ってません。取ります。取ってよ嬉しい、ありがとうイソマル水産行ってきた別にあのイソマル水産公式アンバサダーとかじゃないんですけどね、私全然そうですよ、ちゃんと私は見てるんですよ。返信をすべて目に通してます。あの本当にね、本当に見てるんだから本当にって、もうこれしか言ってないんだけどそう、受付で数の名前覚えてもらえたら返信したいです。メールとちゃんと当たってる。そう、なんかさ、誰々だよって名乗ってくれたら私結構わかるから。かわいくてごめん。こんばんは、こんばんは。出遅れた。こんばんは、こんばんは。全然いいよ、出遅れてないよ、まだ始まったばっかりだよこんばんは、こんばんは。そのうち公演出た時自己紹介で磯丸水産マサダ言いませんよ。そんなのなったらもう私すごくないですか。磯丸水産公式アンバサダーなんかなったらすごいですよ。本当に一生治っちゃう。そこまで見てくれてるの嬉しいので返信しようかな。してね。もう私はもうあの常毎日嫌なことだったり辛かったりする時もあの本当に皆さんの返信だったり、あの大出迎えお見送りで、あのパフォーマンス良かったよとか頑張ってねとか、そう、なんかファンの皆さんはなんかなんていうの、そういうことをメンバーに伝えるのがなんか当たり前って思ってる方もいるかもしれないんですけど、私からするとそうやって言っていただける側からしたら本当にあの本当にとってもその一言一言全てが本当に心の支えになるので、あの本当に感謝です。はい、ありがとうございます。本当に認知されたくて名札作ったの初めてそうなのあ、でもそう、結構さ名札を下げたりつけたりしてくる方もいて返信見て会ったのか浮かぶこと全然あるよ。あ、最近会ってないなとか全然ある。あ、この間会ったなとか どうすれば姉ちゃんもらえるんですか。なんだろう、でもやっぱ直接会った時に誰々だよって言ってくれたら、そこで顔もやっとあの分かる、認知できるから、うん、言ってほしい。まあ
私はオタク時代全然そういうの言えなかったんですけど、緊張しちゃって言えないタイプのオタだったので、久しく会ってないの、名札つけようか。じゃあお手製のなんか作ってきてよ。ミキさん、みんな覚えてもらいたく最初の名札。そうだよね、わかるよ。勝手にスクショしても大丈夫ですか。半目白目ではなければ大丈夫です。いいっすよ、この名前覚えてくれて、記憶リーダーすごいと思った。なんじゃ最近出されてないからな。そうなんだよね、私もさ前座にさ、なかなか最近だって、この前が本当に久しぶりに会ったって感じだったからさ、あ、会ったじゃないよ、出て出演したって感じだったから、私も久しぶりだったから、まあこれからはたくさん出れると思うので。そう、明日出ますし、私は明日来られる方はお会いしましょう。録画しても大丈夫ですか。全然いいですよ。ハメが偶然ウインクになったスクショは大丈夫、なんか顔が事故ってなかったら大丈夫。あ、ちゅ。オンライン話し会も、なんかそうですよね、オンライン話し会も7月でしたっけ、なんか始まるというか開催されるということで、いやーちょっと私も緊張するんですけど、4期生も見送りの時に名札つけて、そうなんです、つけてます、ここに、あのよく見ていただければ分かるんですけど、あっちゅ、ありがとう。明日なちゃん推しの仲間と連番、嬉しい、待ってます。オンライン撮ってみようかな。来て。来て。嬉しい。生誕、あ、そうですね、7月、あ、じゃあ2回あるんですか、私は。そんなこともないのかな、なんかどんな感じになるんでしょうか。わかんないですけど。じゅうちゃん顔小さい、いいよね、本当に小さいよね、こんぐらいしかないと思う、本当に。大人に並びたくないもん。こんなしかない、本当に。うん、オンライン終わった後寂しいよ。あ、そしたらまた会いに、前座とかあると思うので、また会いましょう、そこで。握手会したいね。なんかでも結構あの AKB さんとかもそうですけど、だんだんと握手会が形になってきてるじゃないですか。そうだから、できるようになるんじゃないでしょうか、わかんないですけど。できたらいいななんて思ったり。握手会すごいね、あーすごいな。普通に握手になっていくと思います、嬉しい、来てくださいね、待ってますよ。こんばんは、こんばんは。新潟はその前にマスクなしになると、そっか、そうだよね、マスク大変だよね、コールとか。オンオフラインとかでなんとか笑わせたい。私を笑わせるのは大変だと思いますよ。よいしょ、握手会開催のどんな話題を話せばいい、何でもいいですよ。でも私はそうですね、オタクトークでもいいですし、何でも自分のことを、もう私、僕はこういう人間でこうでこうでこれが好きなんだでもいいですし。
この前帰って思ってました。あのやっぱツボはありますけど、私のツボはそんなに浅くないんで、はい、浅くないんで。こんばんは、こんばんは。オンライン磯丸に丸投げでもいいの。頑張る。人見知りになったなんで無言で、そのうち遊びに行きますね。ぜひ来てください。ありがとうね。マスカリで出会ってしまったらできるだけマスクしてたい派です。あー、めっちゃわかる。私もそれこそさ、高校入学した時はさ、もう最初からマスクだったからさ、マスク給食お弁当の時間とかマスク外すのにすごい抵抗あった。私も生き見たりかなってる、変わってる気がせん。なんちゃん本格的な歌だもんね。いやーでもまあそうです、好きですよね。はい、大好き。ここ外ばかりにみんな見るよね。そう、なんかさ、外してやっぱ外したらパッて見ちゃうよね、マスク。磯丸最近ちょっと頑張ってるように思えるんだけど、どうなん。でもそうですね、私今あのチャットとメール結構個人的に頑張っています。頑張ってるつもりではいます。うん、でももうちょっとできるなとも思うんですけど、そうちょっと最近はいろいろあってバタバタしてて、私の中での優先順位とかがいろいろあったので、そうでもだからショールームとかはちょっとできなかったんですけど、でもその代わりチャットとメールは頑張ろうってあのいう思いがあったので頑張ってます。頑張ってるというか、でもまあ普通になんとみんなとお話ししたいから送るんですけど、なんかさ通知うるさくしたりしてなくないですか。なんか本当どうでもいいこととか送るじゃないですか。私今日もなんか本当にどうでもいいようなこと送ったりとかでしたから。この間ちょっとすぐハブレとねえ、やだ、ちゃんと動画送ったのに半メール止まったの。どっちかしか取れないとしたらメールとチャットどっちおすすめ。でもチャットは動画とかも送れるから、どうでもいいこと送ってもらうと困りますね。嬉しい、土地があると嬉しいよ。だってありがとう。でもメールもそうだね、メールもおすすめ、全部おすすめだけどね。どんぶらか30とか、あすごいね、もうどんぶらか呼びなんだね、みんなももちゃんのこと。夜見れんだ、確かに今日もご飯のこと送ったしね。あそうだ、明日は歌唱力ですよ。あでも NGT は30日ですね。ドキドキ。私もまだ自分がどんな感じで歌ってるのかわかんないのでちょっと緊張なんですけど。うん、どっちも取るしかないなって。嬉しい、ありがとう。じゃあもう一人予期せちょっと撮ってみたんだけど、みんな楽しいね。でも多分本当に人それぞれあの何個性というか多分全然違いよね、わかんないけど。
録画します、ぜひ見てください。自分的には上手に歌えた。え、でも絶対声震えてると思うんですよね、本当に緊張。なんか楽しい、でもめっちゃ楽しいんで歌えたんですけど、多分声震えてるかもしれない、どうだろう。違うね、ね、違うね、私もみんなの見てみたいもん。あ、チュー、可愛くてもー楽しくできたら大丈夫よ。そうだよね、それがビブラートになって逆に良かったかもねえ面白い。今回の歌唱力に新潟組と東京組があるってことそう、なんか私はその新潟で撮影するとき、収録するときちょっと用事があったので、その日に参加できなくて、そう別日に撮ったっていう感じなんですけど、でも無限に送ってくる人すごいね、うわそうなんですよ。そう、しかも今回はあの海外のグループも出場なので、すごい盛りだくさんですね、予選だけでも。私見れないかも自分のそう、ヒロカンピと一緒だったんです。ヒロカめっちゃ可愛かったんですよ。そう、なんかもうずっとこうやって上見て、うわー建物が高いとか言っててめっちゃ可愛かった。そう、車両がこんなに長いなんてびっくりとか言ってて、めっちゃ可愛かった。あの寝顔動画って許可取ってる？許可取ってますよ、もちろん。なんならひろかからチャットに載せちゃってもいいからねみたいな言われたから、私はじゃあ遠慮なくと思って載せたんですけどふふ二人で揺れた動画なんか載ってたらしいですね。そう、なんか練習してた2人で、やっぱ緊張をほぐすためにも揺れようみたいな感じになって、揺れたらなんか動画撮られてたみたいですニト組の歩き方講座したと聞きましたえ、ね、ちょっと待って、どういうこと「あざといなピーナッツ」。そう、ピーナッツなんですよ。私とひろかのコンビ名はあのピーナッツなんでピーナッツか分かりますか謎動画ピーナッツの理由はあのヒロカピーだからピーで、ナナのナーでナー、ナーちゃんの中でナーで、二人だからツでピーナッツえ、これ結構いい名前だと思ったんですけど、どう思いますか私が急に言い出したんですけど、なんかそう東京駅歩いてて、なんか急にピーナッツなんか頭にふって出てきて、そうひろかに私たちはピーナッツだねって言ったら、そうピーナッツっていうコンビ名になりました。センスの塊だって、嬉しい。私ってセンスあるんだやっぱそう、食べ過ぎた2人ではなかった、急にね出てきたんです。
自体は好き、え、好きですよ、私ピーナッツは好きですよ。あの柿ピー好き。ヨルカッピーも、あ、そう、ももカッピーもありますよね。ももカッピーもめっちゃいい名前だと思う。センスあるわ、嬉しい。はあ、面白い。ピーナッツ、ピーナッツ、どれが正しい表記？なんか表記はまだ決めてない。でも私今はまだカタカナでピーナッツにしてるんですけど、何がいいですか？ピーナッツ、芸人としてもいけるんじゃない？いけない、絶対。ヤーナッツ、どういうこと？ヤーナッツって N 出れないよ。ピーナッツ、あ、これでもいいね、ピーナッツ。あんなピー、あ、そういうことね。いや、はるちゃんのさ、ネーミングセンスはさ、本当に独特だよね。あんなピーヤなんて絶対さ、思い浮かばないもん。そう、メール写真にはね、カタカナでピーナッツって書いたんですけど。どんなに辛くても負けずにピースそう、たまになんかさ、ふとした歌詞をチャットに送ったりするんですけど、ギャルじゃない、ギャルじゃない。ガムに今度ナッツつけるいい曲、そう、いい曲ですよね。最近はいい曲、なんか私今までは結構メロディーで曲を聴いてた派だったんですけど、最近はあの歌詞を結構重視するようになりました。あ、この曲いい曲だなとか。そう、負けないで笑顔でいてね、ありがとうでも全然私、あ、そう、なんかさ、メールの返信とかいろいろさ、心配してくださる声をたくさんいただいたりしたんですけど、全然私は元気ですので、はい。うん、元気ですし、そう、ちゃんと歌詞の意味も考えてるの。うん、歌詞を書き出して、あの、なんかどうやって歌ったらいいんだろうとか考えますし、制服の名公演、イエーイ、いつかやってみたいな。ビンゴからの僕体の流れが好きすぎる、あ、いいね、よかったよかったよかった。さあ、明日元気をもらいに行く。私も明日皆さんに元気をもらいに行きます。いや、私が本当はね、本当は私があの皆さんにいただいているもの以上のものを皆さんにあのお返ししなきゃいけないのは分かってるんですけど、毎回毎回私は皆さんにあの本当に心のさ、何、元気、勇気いただいたばっかりなので、本当に返せるように頑張ります、頑張ります。元気ですって言われると余計に心配になっちゃう。どうしたらいいんだろう、じゃあ元気でも一つ言えるのは、なんだろう、私がここ最近はずっとあの自分との戦いをしていて、そう、自分との戦いをしていて、まあ、それはここ最近というよりはもう毎日そうなんですけどそうで、最近その自分との戦いに
勝ったと言いますか、まあ少しは自分を褒めてあげてもいいのかなと思えるようになったので、だから元気ですそうですね、うん、それに私は思うんですっていうか私のか思うんですけど、私はきっとこの活動をしていて、この活動をしていてとかアイドル活動していく上で自分に満足することはないと思ってるので、はい、なので常に自分を更新していかないといけないなって思っておりますでも毎日そうやってずっと更新し続けることって難しくて、やっぱりねつまずいちゃう時とかもあるんですけど、そう、でもそういう時に本当に皆さんの言葉に救われてるので本当に感謝ですそう、前向いてる姿マジですけど嬉しい、ありがとう。それに全然なんだろう、楽しいし私はこの活動が、自分のね好きなことを職にできてステージに立って踊って、私は本当に日曜日前座に立って思ったのは本当に私はステージに立つことが好きなんだなって思いました。そうしかも私はコンサート春コンの練習期間が自分の中では一番自分のなんだろう、自分が自分の限界を知ったというか、なんて言うんですかね、そう、一番多分コンサートが成長できた、コンサートがあったから成長できた部分があるので、まだ加入して半年、ま、半年もうちょっと経つぐらいですけど、この半年めちゃめちゃ濃い経験をさせていただけてるというか、すごい貴重な経験をこの半年の中でふって本当にすごい、そう、経験できてることが私はすごく嬉しいしありがたいなって思いますし、そうだからもっと頑張ります、頑張るしか言ってないんですけど、まあ、頑張るということは簡単なので簡単ですけど、もう頑張ります遊びに来たよ、ありがとう、うん、確かにナッツ、こんばんこんばんは、前向きはね、うん、第一印象は感情を表に出さないタイプかと思ったけど、いい意味で変わった。お、でも私はそうあんまりなんか感情を伝えるのが苦手っていうか、なんか言葉にするのがあんまり上手じゃないので、そうだからなかなかさ、こんな真剣な話とかもあんまりしないんですけど、そう、ファイト、僕は別の意味での自分との戦いしてますこれ以上推しを増やすかどうかの戦いだってさ、この後ろに何個絵文字あるのC
終わったらメールドーム約束します。嬉しい約束だよ。感情は表に出さないけど、ツボは浅くて笑いすぎてるイメージ。まあ笑う角には深きたるってことですよ。正常4期生に可愛いとは言えないんですけど、可愛いですね、ここへ。じゃあここだけの内緒ってことで。ありがとうね。マシュメはプライベートだから内緒だよ。今日の一曲楽しみにしてます。楽しみにしててください。よく笑う子が好き、嬉しい。私エコー欲しかったんですよね、急にって感じなんですけど。4期で時々佐々木奈々だったのに最近は急上昇よ。ありがとう、なんちゃん押してて本当に良かった、嬉しい。私はそんな素敵な皆さんに応援されているのが本当に誇りですね。はい、胸を張って私は皆さんを、もうどこ世界中の皆さんに、はい、紹介これが私のファンなんだって言えます。みゆうさんとニコニコしながら歯磨きして遅刻そうになった時、ちょっと待って。え、それを藤崎さんが言ってたんですか？いや、それ本当の話なんですけど。配信見た目に控えていくのなんで、嬉しい。エクボ、書いたらどうなるんだろう。多分すごいことになるよね。言ってました。そうなんです、なんか歯磨きをし、私は歯磨きしてなかったんですけど、洗面台に行ったら藤崎さんが歯磨きをしていらっしゃって、で私が手洗ってて、でお話ししたいと思ったからお話し したら二人でわーって笑ってたんです。楽しくお話ししてたんですけど、なんか急に時間って思って、藤崎さんの携帯パッて見たら、そう、集合写真撮る時間が40分なんですけど44分になってて、えってなって、一切の二人でダッシュして、そうダッシュして行ったら全然って言ったらなんかちょっとあれですけど、なんて言うんですか、まだ全然大丈夫だったんですけど、そう焦りました、本当に。チュン、こんばんは、こんばんは、はじめまして、もしかして土屋道さんと親戚ですか？全然全然親戚じゃないですよ。藤崎さんなんだね、みゆうさんじゃないんだ。これに関してはまずなかなか呼べないというのもあるんですけど、名字さん付けがもう固定、私の中でもう癖というかになってしまっていて、そうだから呼べないんですよね。呼びたい気持ちもあるんですけど、ツボ浅い同士の会話でも何の会話してたかわかんない、これさ失礼かもしれないけど私はあんまり覚えてなくて、思い出したよ、何の話してたか思い出したんだ。そうだ、なんかまず藤崎さんの骨格の話をしてて、骨格なんですかって、もう本当にスタイルがいいじゃないですか、そう細いですし、だからその話をしたい。でその後に、あ、聞いてください皆さん、これ本当自慢話いきます。今から自慢話します。私藤崎さんに私服のコーディネート褒められました。やった
ごくないですか。藤崎さんに褒められるってこれはもうすごいですよね。なんか違うんですよ、私本当日向祭りの収録の日に、あの本当に結構前の時に、私が藤崎さんのコーディネートが好きですって伝えたんですよ。そう、そしたらなんと次は藤崎さんが私のコーディネートを褒めてくださって、もう私はもうね鼻の下めっちゃ伸びちゃったりとかしちゃったりして、だって嬉しかったんだもん。まあお世辞じゃなくて、だってひどい、そういうこと言うんだそう褒めてくれて嬉しかったんです。そうめっちゃ嬉しかった。そう、あ、そう、それでなんかじゃあお洋服また機会があったらあげるねみたいな言われたんですよ。でもその後にね、聞いてください、その後に藤崎さんが、あ、でもサイズが合わないかもってあれ私これディスられてるかな、あれ私これディスられいじられてるかなとか思って、えっとか言って、だから私はいや上だけでいいんです、上だけでもいいからもらいますって言いましたはい、そう丈やっぱさ身長が本当に違うからやっぱ丈はどうしても、耳にとってはミニスカーがロング、ねえそこまではさ違うじゃん、ねえそこまでは絶対に違うよいじられてますね身長2分の1だもんねなえちゃん154くらいだった、あのプロフィールには152って書いてるんですけど、でも私絶対伸びたと思うんですこれ、あのいや根拠はない別にでも伸びた、絶対に伸びた、私絶対に伸びた、これはジェットコースターねえ乗れるから、ジェットコースター、大体みんなそうねえ私は伸びたの、本当に伸びた絶対多分リアルに 153.5 とか言ってるんじゃないかなみたいな。ジュッチャーやったかい、あのじゃあ私なんかさ、なんかそすごいさ小さいイメージがあると思うんですけど、まあ高くはないよ、高くはないんですけども、4期の中で身長順で言うならば、あのジュナ、ハラちゃんの次に私ですから、はい、これだけは言わせてください。はい、私は一番低いわけじゃないんです、しかもだって学校の背の順だってこうやってやらないもん、こっちだもん私こっちだもん。そう4期はそうですね、結構他の先輩とかに比べたら、先輩方に比べたら低い子が多いかも。そう腰には手当てないです私。そうだよ、知らなかったでしょ、私はね意外とまだ3番目なんですよ。腰に手当てたとか何も言えなくなったのってチラチラ一番前しかやったことないって言ってた。あー確かに、でも
148センチも良くないですか。あの高橋みなみさんと同じ身長ですよ。あ、でも 148.5 センチでしたっけ。そう、まだ伸びるからさ。あ、レイナさん、あの来てください、来てください。あのコンサート期間、コンサートのリハーサル期間にレイナさんと背比べしたんですけど、私の方が高かったらしいんです。わかんないよ、その時私がたまたま高かったの、その時高かっただけかもしれないんですけど、あの実はでもわかんない。あ、そうだ、レイナさんに、レイナさんの話で思い出した。あのこの間の公演のあの帰りの車が一緒で、隣に座ったんですね、私がレイナさんに。それであの私がレイナさんに音符ヘア、音符ヘアやってくださいって、また音符ヘアやってくださいって言ったら、音符ヘアって何って言われてしまって、え、皆さん音符ヘアって言って何の髪型か分かりますか。音符ヘア、私はとある髪型を音符ヘアって呼んでるんですけど、音符ヘアって皆さん何か分かりますか。リンゴみたいなやつ、あ、こういうこと、これではないんです、違うんです、リンゴみたいなやつ。みんなやっぱこうやって思いついちゃう、名店巻くやつ。オタク用語でも何でもないんで、私が勝手に呼んでるだけなんですけど、あの正解はサイドポニーテールなんですよ。あの4期でいう青ちゃんの部屋、もう私は音符ヘアって呼んでるんですけど、え、だって音符に見えない、音符に見えません。サイドポニーやんけそれって。音符に見えないですか。私は本当に音符、私はそれ音符ヘアって呼んでて、だから音符ヘアやってくださいって言ったら、音符ヘアって何って言われて、サイドポニー、あ、サイドポニーのことですって言ったら、あーってなって、そう、私はあの本当にデイナさんのサイドポニーテールが本当に好きで、めちゃ似合ってると思ってて、可愛いと思ってて、だからそれを、でもなかなかやらない髪型なんですよ。だからぜひともやっていただきたいと思って、あの帰りにやってくださいってお願いしました。なのでまたいつか見れたら嬉しいです。レイ、レイな、ね、話しかけられるのね。いや、あの私はお話ししたいんです、すごくたくさん、けど私も緊張してしまって、今まではこんなに積極的にお話しかけることができなかったんですけど、でもお話ししようと思ったので話しかけました、頑張って。こんばんは、こんばんは。イケトラにはめちゃくちゃ恐れられたから、ね、そうなんですか。でもめっちゃ優しいです。前もサイドの長さ2ミリしかないけど音符ヘアしようねえ、じゃあ下本当にしてきてね。そしたらわかるわ、似合うかもねえ、似合うかな。
サードポニーはまだですか。ああ。じゃあ次のカベシャンでも。カベシャンもまた。私は多分次は結ぶと思います。おろしはちょっと熱いから。熱いから多分結ぶと思います。音符部屋だらけだったりして。みんなここに。でも何するのかな。まあその時の気分ですね。ツインだったり、まあツインはないかな。これは言い切れるかも。ツインはないかもしれない。サイドポニーで音符だったら普通のポニーなんていうの。普通のポニーはポニーテールですよ。なんか私は音符ちゃん、音符ちゃんみたいだねと思って、そう、それで音符屋ってチンテールは音符、音符部屋ですか。あ、でもそういうことになっちゃうよね。そうだね。あ、じゃあこれはサイドポニーって呼ばないとだ。まあいつかはね、まあ、アイドル人生まだまだこれからあるので、いつか、はい、ツインテールでもしましょうかね。国立1年だったら自由な髪型できなかったっけ。違ったら多分研究生はあの壁写撮った写真の髪型で、あの普段の活動は過ごすんですけど、なんか生写真の撮影とかは結構いろんな髪型しても OK みたいな、多分そんな感じな気がします。こんばんは、こんばんは。磯のいつか。わい、いつか、いつか、いつかある、いつか、いつか。いやいや、音符ヘア使ってこ。いや、そうだよね、使ってこ。だって音符に見えるんだもん、私は見えるんだもん、そうやって。ツインテールしてくれたらおしゃべりが行きますよとかさ、そういうのやだ。ショートカット、私まだボブにもしたことないので、ショートカットはもっと勇気がいることですね。ショートカットの君に恋。ファンにハードル上げられるスタイル。絶対ロングに行ってください。私はロング人間なので、人生において多分ボブにすることないんじゃないかな。いや、わかんないけど、何かの、まあ、例えばですけど、すごく貴重なお仕事が来て髪型ボブでお願いしますとか来たら、それは切るかもしれないですけど、まあ、うん、よっぽどのことがなければ、私は多分ずっとロングだと。ちなみにロング派です。お。最強いいよね。僕の好きな最強人で似合いすぎて禁止する、なんで二つに結んだの、男たちは首だけ、この男たちは首だけっていう歌詞がなんかもうあーってなる。ロングでボブでもショートでも絶対似合うから大好きになる自信しかありません。また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 。
そうですよね。でもひなさんいきなり切ってでもすごい似合ってるじゃないですか。ショートカット似合う方って本当にすごいと思うんですよね。あおちゃんは何キャラ？ん？何キャラだろう。かわいいかわいいキャラ。髪の色を変えたい。私髪の毛を染めたいって思ったことがなくて人生で。ピアス開けたいとかもなんかあんまりそういう願望がなくて。そうなんですよね。そうなんで なんか分かんないんですけど染めたいとかなんでもなくって。そう絶滅黒髪少女ってことで。じゃあ染めないでね多分何か私の中で何かが起きなければ多分染めることはないと思います。いや分かんないけど。黒髪いいよね。うんしやっぱさケアをしなきゃいけないじゃないですか。やっぱブリーチとかしたら大変じゃないですか。だからそうなんです。そういうオファーが来た。でもお仕事とかってなったらするかもしれないけど終わったらすぐ黒とか落ち着いた色にもうすぐ戻すと思います。逆になんか来たって確かに似合いそうで。私似合いますかね金髪とか。全然想像できない。推しに染めろって言われたら、でも私は多分染めない難しい。大人になったら気持ちが変わるかもね。そうかな。どうする。急にピアスバワーンって開けてそんなことに多分ならないけどしさ痛いじゃない。開けるの嫌だもん。痛いの大人になるよ。だってさ今5月もうすぐ6月でさあと1ヶ月ちょっとしたらさ18歳だよ。成人ですから。痛くないのピアスって。え？あっちゅう。おしさいは赤紫で。そうですよ。おしさいは赤と紫色です。うん？白い髪に染める。でもなんかさ最近というかさちょっと。流行ってないですか。なんか金と白の間の色みたいな。アイドルのうちいろいろやってもいいの。いいのでは。でもそうだよね。どうなるんだろう。いくつになってもまだだってなんかね流れてきますよ結構ネットとかで。こんばんは。こんばんは。どうなんだ。でもさ染めちゃったらこのさ色がさ戻ってこなくなっちゃうからさ。
まあヘアアレンジはしたいです、いろんな。うん、痛むぜ。そうだよね、だってさ、なんか切れちゃう人とかもいるじゃないですか、ブリーチしちゃったりした悲しいもん。私はそれはちょっと、うん、行きつけで髪の毛綺麗だねってずっと褒めていたいから染めないでほしいかも褒めてね、みんな髪の毛。でもさ、ほらもうみんなとさ会うときはさ、メイクさんにもう全部髪の毛もツヤツヤストレート綺麗にしてもらってる状態で会うからさ、ちゃんとねツヤ出しスプレーみたいなのをシューってやってくれるんです。いすまるちゃんこんばんは。こんばんは。そうなの、しかもめっちゃそれがいい匂いなんですよね。なんか何の匂いなんだろう、なんかねいい匂いなんです。綺麗な髪が今って今何時だ、時間大丈夫だよねきっと。8時2分。待って、私何時からやってる、何時からやってるっけ。6時半からやってるか。あ、まあ、え、私今日全然1時間30分か1時間ぐらいできたらいいなとか思ってたんですけど、結構話してるあれ、まあ、いつも予定通り行かないんですよね、ショールームとかは特にでも明日全然だから、ちょっとテンション高くてアドレナリンが出ちゃってるのは事実。みんなが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、うん、ちょっと全然違うお話してもいいですか そう、アドレナリンが出てます。あの味噌菌味噌菌ですか、何でしたっけ、あの YouTuber さんの YouTuber のヒカキンさんが作ってるラーメンを食べてみたくて、まだ私食べたことないんですよ。なんか食べたことありますか皆さん。私食べてみたくて、なんか全然神奈川に住んでた頃から発売されてて、その時も結構流行ってたんですけど、なんか見かけたら買おうかなぐらいでいたんですよ。でも、まあまりにも見かけないから、なんか食べたくなってきちゃって最近。そう、なんかすごい美味しいって言うじゃないですか。そう、まだない、なんかなかなか入手困難、なんか人気だから大変だっていうの聞くんですけど。そう、なんかね美味しいらしいんです。味噌菌だから味噌ラーメンですか。私味噌ラーメン好きだからな。真心亭も行ってみたいです。メルカリ800円とか、え、だって実際そんな値段しないですよね。あれするのかな。探してみてください皆さん、味噌ラーメン、味噌を。セブンイレブンさんに言ってるんですね。探してみてください本当に。あの麺、あの正直な話、麺をすすれなかったんです、今まで。今まではね、今まではでもすすれるようになりました
これも成長した。みさきん見ながら配信見てます。え、食べてるの今。美味しいですか。混ぜしゃもじも美味しいよ。混ぜしゃもじ OK 覚えた。30日の10時からまた再販。あ、やっぱさ、そういう感じなんだね、人気だから。食べたいな。マゴプロってオランチから徒歩5。近いね。七海さんに連れてってもらえない。七海さん賞に教えてもらった。教えてもらってはないですよ。でもね、七海さんご飯行きたいです。でもね、この前ね、連絡してご飯行こうねって言ってくれたので、私はいつか行けると思って信じてます。カップ飯もあるの？なんかすごい、ラーメンだけじゃないんですね。どうやってするようになったね。なんかね、なんでだろう、なんか私はなんかね、急にすすれるようになったんですよ。今まではすすろうと思ってもなんかずっと空気だけ吸ってるみたいな、全然麺入ってこなかったんですけど、でもなんかすすれるようになった。これはやっぱ成長ですね。マウント取りに来たなって。あ、だって私本当に会いたかったんです。だから日曜日会えて本当に嬉しかったんです。ねえ、ダイソンヘギそばも一本。食べたことないか。食べたことあるのかな。なんか新潟に来たての頃にお母さんと一緒に新潟駅の近くのお蕎麦屋さんに入って食べたんですけど、それがヘギそばだったかどうかは覚えていない。イタリアン、あの三日月ですか。三日月は食べましたよ。私ミートソース好きなので美味しかったです。はい。何、へぎってないっていうの、何それ。うどんってすすって食べるものなんですか。あれわかんない。あれ、私どうやって食べてる。うどん、あ、うどん、あ、知ってるわ。小分けになってた。あ、違う、全然違う。私はとろろそばみたいなやつ食べた。全然普通のおそばだ、それ食べたの。新潟弁だから馴染みないよね。あ、新潟弁なんですね。へぎなんだっけ、へぎってないだっけ。イタリアンはす、あ、でも焼きそばですもんね、麺は。そう、ミートソーススパゲッティが大好き。ザルみたいな入れ物がへぎ。まだ全然食べてないな、新潟の食べ物。いっぱい食べたい。ミートソース俺も好き。いいよね。あとね、あのなんだっけ、あのなんだっけな、
どこかのカフェのあのパスタのお話なんですけど、あのもうね、今はわかんない、今また再販されてたら嬉しいんですけど、私の記憶上にはまだもう販売中止とか販売終わっちゃったんですけど、どっかのカフェのカニじゃないエビトマトクリームパスタ、エビのトマトクリームパスタがめっちゃ美味しくて、どこだったんですかね、あれプロントかな、プロントさんのあのエビクリームパスタがもう本当に美味しくて、私本当小さい頃から食べてたんですよ、そのパスタを。お母さんとどっかお出かけ行って休憩しようかとかなった時にそのプロントに入ってそのパスタを食べてたんですけど、なんかある日突然一人でプロント入って食べようと思ったらなくなってて、そのパスタが。それですごいショックだったあの私が今まで人生で食べてきた中のエビクリームパスタの中で一番美味しかったんです、それが本当に美味しかったんです私の中で。だからでもそれがなくなっちゃって次何食べようってなった時に、ちょ最近はちょっと行ってないので分かんないんですけど、あのその時に食べてたのは鮭とたらこのパスタみたいなやつを、私は次にそれを食べ始めました。エビクリーム濃厚だ、でも濃厚だったかも、なんか本当に美味しかったんです、本当に美味しくて、で私はその味を求めていろんな冷凍パスタとかもあの買って食べたりもしてたんですけど、でもそれに勝つパスタに出会えなくて、そうそれに勝つものに出会えなくて、だから私は今まだそれに勝つものを探してるんですけど、もうお願いです、もう一回販売してください本当に通うので私、本当に美味しいんですよ、本当に、なんか本当にもう今もし販売されているのならば本当に皆さんに食べていただきたいぐらい私は本当に大好きなんです、あのパスタが。自分で作れたらいいね、なんか本当に教えレシピ公開してほしいぐらい本当に美味しくて、あれが忘れられないんです、あの味がどんだけ本当にっていうね、本当に美味しかったんです、毎回本当に小学校ぐらいからそれを食べてて、そうで中学生ぐらいになって、中学校1年生2年生ぐらいまで食べてたんですよ多分それを。でもある日急になくなってしまって、もう思い出があってそのパスタには、なんかまだ小さい頃はそのパスタ1人前も食べきれなかったんです、胃袋がまだ小さくて。そうけどどんどん成長していくにつれてそのパスタ1人前を一人で丸々食べれるようになるっていう、その思い出があったから、思い出も詰まってるとっても美味しいパスタなんです。エビクリームパスタです。店に入って推しメニューなくなってたら謎にめっちゃ焦るしガチで、そう本当に悲しくなったの。エビクリームパスタ、あ、こうなんだっけ、フルネーム思い出したい、小エビとエビとクリーム、小エビのエビクリームパスタだっけ、なんかね、でもそれ本当に本当にエビ入ってて、しかもエビもね結構大きいのが入ってて悔しい、本当に。でも一つ
それにはまだ越せないんですけど、私の中でまあ結構味が近いなって思うのは、思う冷凍パスタが1個あって、あのすいません商品名全然覚えてないんですけど、麺があの普通のさ細い麺じゃなくて潰れてる麺で、なんて言うんだろうあの麺って、フィットチーネっていうの、なんて言うんですかね、潰れてる麺で、あーわさび終了になってるんだ、やっぱそうなんだ、潰れてる麺でのこのエビクリームパスタっていうのがあるんですよ。そんなのやったら多分いっぱいあるからさ、わかんないよって感じなんですけど、なんかね確かお皿の絵があって、お皿の絵があってフォークとナイフ、フォークとナイフじゃないフォークとスプーンが多分書いてあったっけ。あー私さ今これスマホが1個しかないからさ見せられないんだけどさ、もう1個あったら本当に今すぐ画像検索でもしてこれ俺ですって言いたいんですけど平手打ちじゃないからあのそう本当にそれでもそれも美味しいんです。で開けて透明な袋に入ってて、で黒い文字が書いてあって、この麺を上にしてチンしてくださいみたいなのが書いてあって、そうそれです中身の説明してもさそんなの買わないと開けられないからわかんないけどさ、あの本当にそれが美味しくておすすめです。それもそれが結構味がまあ似てる、でもあの細い麺じゃなくて潰れてる麺で、あの細長い麺で、細長くないよ、あの潰れてる麺で、そういやコンビニじゃなくてスーパーに売ってると思います。でもそれもいろんなシリーズがあるの、その潰れてる麺のパスタもあれば普通のパスタのあれな、もうなんかダメだ語彙力がないんだけどさ潰れてる麺って言ったらなんて言うんだろうな、ってなんて言うのあれって、フィットチーネなのかな、分かった分かった、絵描けばいいんじゃない、ちょっと待ってよいしょ、なんて言うんだろう、なんかやばい、普通の麺でした、普通の麺ってさこういうのじゃん、なんか幼虫みたい、やだ、なんかわかるでしょ言いたいこと、こういうやつじゃんけど私が言ってるのは、こういうやつ、こっち、あ伝わったでしょのこれ何麺って言うんだろうね、でもそう、それが美味しいの、あフィットチーネ、そうフィットチーネだね、多分そう、それのエビクリームパスタっていうのがあって、それがとっても美味しいので、そう味が近いので、はい気になる方は食べてみてください。その麺のラーメンも美味しい、私この麺のラーメンまだ食べたことないかもしれない、明日公園行きます、待ってます、楽しみましょう、はーいはい、なんか絵描きたくなってきちゃった急に、こんなの描いたから、ありがとうラブレター、何描こうかな、
セーターティーのデザインが、セーターティーの想像がついた。こんばんこんばんは。実は振りたい色があるんです。なんだよなんだよ、何色だよ。なちゃんかわいい、ありがとう。絵得意なん？え？あー持ってくればよかった。なんかね、どっかにあるはず。あの、私本当に美術の先生に褒められた絵があって、それを本当に見せたいけど、あるかな。え、一瞬さ、探す旅行ってきてもいい？一瞬探す旅してきてもいい？行ってくるね。ありました。え、これだよね。あれ違う？え、嘘でしょ。これだと思って、私は今自信満々に持ってきたの。あったあった。あの、これ多分びっくりするよ。え、でも、あの、違うんです。これはなんかたまたま本当に私がうまく描けちゃっただけなんですけど、本当にたまたまうまく描けちゃっただけなんですよ。お題が球体を描くっていうお題だったんですけど、はい、お店だって。そうで、なんか光の方向とかもいろいろ考えて球体を描きましょうみたいな。ねえ、まだ見せてない。いくよみんな、3、2、1、じゃん。え、ね、めっちゃ重くない？え、どう？え、上手じゃない？え、めっちゃ上手じゃない？嘘。ねえ、コケとか言わないでよ。え、めっちゃ上手じゃない？ねえ、マリオかなってひどいな本当に。ねえ、泥団子とか違うんだよ。これは影を描いて、影とかをちゃんと描かなきゃいけないの。すごくない？ねえ、これはでもさ、褒められるよね。だってすごい YouTuber みたいなことしてる。え、これはね、でもね、ちょっと今光のさ、今ライトを焚いてるからさ、光の角度つかまんだけど、これ実際に見たら本当にもっと上手なの。さっきのパスタはこれ、あれ違う、本来の私はこっちなの。でもなんか上手に描けちゃったの、こっちは。そう。なんかできちゃったの。そう。ねえ、私が書いた正真正銘、私が書いた。そうなんですよ、私ってやればできる子なんです。え、そう、え、これシャーペンで書きました。なんか鉛筆で描きたい子は鉛筆で描いていいよって言われたんですけど、もういいやと思って私はシャーペンで描きました。なんとこの制作時間30分ぐらいだったと思う。多分30分か20、30分。はあ、私ってやっぱできる子。しかもね、これね、違うんだよ。なんか目の前にこの球体があったとかじゃないんだよ。想像して、どっから光が当たってどこに影ができてるかって想像して描きましょうだったんだよ。だからこれ私は本当に才能ある。これだけは唯一自信を持って言える。
妄想で書いたんです。ほらめっちゃ上手だと思うってでしょ。才能ありだよね。想像力半端ない。握手会のイメージトレーニングで鍛えた誰かの自画像を描いてみる。私自画像をさ描いたらさ小学生って言われるんだけど、なんでうんそう私でもななみさんのあの似顔絵を描いたんですよ。それを見せたんですこの間で、この画像この絵をももちゃんに見せたら小学生みたいだねって言われたんですけどどう思いますかって言ったら確かにそうだねって言われました。悲しい。だってさ人間を描くって難しいじゃない難しいじゃないとか言って違いますよ私は JK でもみんなそうやって小学生って言うんだひどいよ。なんだろうね。なんか本当に絵上手になりたいんですよね。でも私あなぎ上手だよね。わかる。めっちゃ羨ましい絵上手な人。全然上手に描けない。どうしよう。誰描こうかな。じゃあどれ書いたらいいですかね。いやでもせいぜいさん絵上手ですよね。かえちゃんとのみちゃんの絵は個性的。でも私今スマホの後ろにのみさんが描いてくれた私の絵のあの私の絵を挟んでます。描いても怒らない人。そうだよね。私がヒロカッピみゆみゆさん。難しいよ。ちょっと待って。難しいね。どんな髪型してるっけ。こうしてこうして、わかった、こうしてああもうダメだ。出しても大丈夫なよ私は大丈夫なよ。書いてるつもりなんですけどね。こうして前髪を書きまして、よいしょ、ひどいなこれねえ、どうしたらいいの。全然もう描けない助けてみんな
私本当に絵上手になりたいんだよね。そしたらこうしてこうしてもういいや、こうしてさこうしちゃってよいしょ時間かけすぎるとハードル上がっちゃうから早く書き終わりたいところではある諦めてない諦めてないよ。え、なんかさダメ、なんか私が書いたらなんか失礼になっちゃう、下手すぎてどうしたらいい。申し訳ない。ちなみにまだ輪郭すら描き終わってないちょっと待って、どうしよう、大変だよ。こうしてこうしてえ、ね、難しい。まあ、あれ描いて丸描いて頭描いて頭描いてこうしてちゃんちゃんちゃん前髪描いて、はい、えいえい。目は目はねキラキラ、目はねキラキラ早く書き終われって話だよね。絶対に頑張ってるんだけど、あ、こんばんはこんばんはごめんなさい、こんな無言な配信で、うん、前髪どんなだったっけ。ちょっともう、あの、はい、すいません。目はね、クリクリしてて可愛い。描かなきゃいけない。なんかいつもそのもっとさ、上手に描けるのにさ、全然今日上手に描けない、悔しい。よいしょ、お鼻描いて、これ遅れ毛キュンキュンキュンって書いて、髪の毛黒く塗りつぶす。
よいしょ。よいしょ。ね、全然特徴捉えられてない。ひどいかも。よいしょ。私これ誰描いてるんだろう。よいしょ。え、これ誰？誰にしよう。これ誰に似てるかな。後から決めるスタイル。ね、恥ずかしくなってきた。下手すぎて。本当に誰にも似てない。え、本当ちょっとじゃあ皆さんが誰か決めてくださいよ。これ見ていきます。誰でしょうクイズしましょう。じゃあそうしましょう。いきます。3、2、1、ダーン。待って、これどうしたらいいんだ。もう私なんて見えなくていいんだこれ。あー、もうコメント見たくない。カッピだな。じゃあヒロカッピにしよう。これヒロカツピ、ヒロカッピ。すごい、ちょうど5文字。じゃあヒロカッピ決定。こんな感じの絵しか描けません私は。本当はさ、もっとねリアルに描きたいんですけどね。ヒロカッピ泣いちゃうかも。泣かないで。やだやだ。なんかね、私これは、私は前、どこだ、どっかにあるんですけど、ももちゃんとあのななみさんを描いたんですね。そう、その時にあのその時はもう結構な時間を使って、そして画像を見ながら描いたんですよ。だから結構上手に描けたんですけど、やっぱちょっと人物は想像しながら描くの難しいです。確かに小学生の絵だ。ちょっと練習します。絵上手に描けるように。きちんだから大丈夫って。嬉しい。ありがとうございます。見ようによってはめちゃ可愛いと思う。そうだよね。そう、練習大事な。こんなで私は多分2時間くらい配信をしていますね。もう少ししたら終わろうかな。
さきキャプテンわけ。じゃあちょっとちゃんと画像を見て書こうと思うので、あのまた書いたらチャットかなんかに載せますね。はい、生誕的に着る覚悟できた覚悟できた、よかった。今日はラッキーラッキー。毎日中身が濃いのよね。私濃いですか？NGT 全員の似顔絵描いてみてほしい。似てる人いるかも。お、姉ちゃんいそう、大丈夫ね、絵描いてくれる。そうですよね、なんか似顔絵を描いてますよね、その日の誕生日のメンバーさん。嬉しい。はい、天才させないようにします。天才チャット、そうだね、チャットに載せますね。じゃあ藤崎さんの似顔絵、多分今日は難しいけど、まあ描けたってなったら。私は7月12日生まれです。なんでこんな楽しみなんだろうなんでだろう。一番描きやすいメンバー誰ですか？でもももちゃんそろそろ描けたんですよ、この前描いた時。まあその時はあの多分結構お絵描きモードに入ってて、私がだからスラスラ描けたのか。影もつけてお絵描きモードなんかね、お絵描きモードに入ってたんですよ。でもさ、今これさボールペンだからさちょっと難しいんですけど、私小学生と中学生ぐらいにやってたことがあって、授業中に、全然ダメなんだよ授業中に他のことしちゃいけないのは分かってるんですけど、授業中ノートの端っこに目を描くっていう、目ん玉片目目を描くっていうのをずっとしてて、だから見返すとだいたいマイページマイページ右端に目が書いてあるんですよ、私のノートは。でもね、授業で寝たことないんですよ私、自慢だから。聞いてね、こんなのさ口になんかさ自慢することでもないのかもしれないけど、私は授業中寝たことないんです集中し、でも違うの、私はちゃんと先生がこっち向くなっていう時はちゃんと先生を見て、話聞いてます聞いてますよってちゃんとうなずいて(笑)やってるんです。しかもさ、こうやって書いてるから眠くならないの、ちゃんとね、涙袋までちゃんと線書いて手でぼかしてとかちゃんと書いてたんです。ずっと聞いてるのにね、聞いてっていうのゆうゆうさんみたい本当にうん、一番眠くなる授業は何ですか？体育後の道徳体育終わった後の道徳、まあもうほんと眠い、ほんとに眠いし、寝ようか迷うけど、でも寝るのは申し訳ないって思うの私。いやなんかさ、授業中に絵描いてるやつが何言ってんだよって感じかもしれないんですけど、なんか本当にだってさ、先生も一生懸命前に立ってさ話してるわけじゃん黒板に文字を書いて
なのにそれをなんか寝るのはなんか申し訳ないなって、なんかかわいそうだなって思っちゃって、寝ることだけはちょっとできない。まぶたに目がけで、それって本当にさやる人いるんですか？なんかアニメとかドラマでしか見たことないんですけど。それは順番に問題あり。教室に寝ることはなかった、寝るときは早く保健室。あー、なんであの保健室って居心地いいんですかね、謎ですよね。あ、下見てる、確かに下見てるとだいたい何携帯を授業中触ってるか寝てるかの二択になりますね。今日ってもしかして寒いですか？なんか私今めっちゃ足先冷えてるんですけど、今日ってもしかして寒い？最近でもあったかかったけど、昔は教室にエアコンなかったから夏場死にそう。あー、エアコンでもなんか、あ、そう、エアコンあるあるなんですけど、よかない、学校によってさエアコンの配置場所が違うからあれなんですけど、私の学校は後ろの教室の後ろの2号車の上にあったんです。だからあの2号車の後ろの列はもう風が直接当たるからめちゃめちゃ寒い。ですよ。え、でも聞いて、私の中学校ね膝掛けダメだったの。ひどくない？寒いのに膝掛けダメだったんだよ。なんかどういうルールなの？ひどいよね。号車って言わないんですか？1号車、2号車、3号車みたいな。え、言わないのかな。あの廊下側の列は1号車で、真ん中の列が2号車で、窓側の列一番端の席が3号車。千葉の方言、うーん、新潟市でも号車って言いました。お、初めて聞いた。やっぱ言わない学校もあるんですね。なんか列で考えたら1列目2列目3列目4列目5列目6列目7列目8列目とかなんかいろいろあるんですけど、こう2列になってて号車がそれぞれ、ここで1号車2号車3号車。なんですよ。でも人数が入りきらないから、なんか1号車2号車3号車とちょいとか。そう、まあ席は絶対に一番後ろがいいですよね。でもなんかね、先生からよく聞くお話だと、あの一番後ろの方が目につきやすいらしくて、逆に一番前は見ないらしいんです。
くり。そうなんです。でも確かに教卓の前とか見ないよね。なんちゃんと同じクラスだったらなんちゃん斜め後ろの席がいい。斜め後ろ。なんかさプリントとかさ渡すときに目が合うかもね。後ろに渡すとき。そう公演劇場公演もなんか後ろも自分が想像していた以上にすごい見えるんですよ。綺麗に。そう。同じクラスなら男子セットは見忘れて勉強できない。そんなこと全然ないよ。可愛い子の後ろの席ってほんと好き。でもさ、あと私友達と毎回席が離れちゃうっていうジンクスがあってさ、小学校の頃とか特にそうでさ、みんななんか固まってるのに私だけ一人一発みたいな。え？起きた。ダメだったらわざと消しゴム落として一緒に撮ってもらいたい。面白い。何それ。でも正直なところ隣の席も隣の席じゃない感じでしたよ。私コロナ禍になってからはあの椅子くっつける机くっつけるっていうのもなくなって全員が同じ距離一席二席三席四席って感じだったから。そう、あ、教科書忘れて見せてほしいよ。めっちゃあった。あのさあ席が近かったらこうやって見せてあげられるんだけどさ、後ろの席の子とかに見せてって言われたらさ、こうやって見せなきゃいけないから大変だったな。でも私はあの見せてとかあんまり言えなかったから、小学校の頃はお友達にあの教科書貸してって違うクラスのお友達に言って貸してもらいました。こんばんは、こんばんは。私はそういうタイプでした。なんてそう、忘れ物しましたって先生に言いに行くのって結構緊張しない？あ、怒られちゃう、どうしようって。やっぱ8時55分だって。あれね、私は30分1時間できたらいいなとか思ってたのに、もうなんか2時間。あれ、なんかそんなにやってたんだ、びっくりびっくり。ランドセルは水色でした。水色でしたよ。水色っぽい。嘘。背中に定規入れられてたよ。え、どういうこと？背中に定規。トークの集中力本当にすごい。いやいやいや、私本当くだらない話しかしてないですけども。うちの娘紫ね、紫も可愛いなって思ったんですよね。私なんかちょっとさ光ってる紫もあるじゃないですか。今度小さい子の写真見せて。私小さい頃の写真多分あんまりなくて、写真あんまり好きじゃなかったんですよね。
ちっちゃい頃。いや、あると思うんですよ。あるんですけど、多分他の人に比べて全然ないと思います。見てるだけニヤニヤでした。ありがとう。そんな感じまさき、かわいいよね。いいなあ。私は小学校6年間ずっとランドセルで登校してましたよ。なんか中には途中からリュックになる子とかもいたんですけど、私はちゃんとあのランドセルを背負って行っていました。ランドセル持ちとかやりました。じゃんけんして、じゃんけんポンとか言って負けた人が全員のランドセル持つみたいな。なんちゃんこんばんは。明日の公演東京から見に行きます。なんちゃんおしゅ、嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。そう、明日前座なのでぜひ。リュックになる子いましたよ。ランドセルが歩いてるとは言われなかったねえ、私そんな小さくないからねえ、今は違和感ないだって。絶対に、多分私話しかけ職質されちゃうよ。何やってるんですかってそんなのがランドセルなんて背負ってたら絶対に声かけられちゃう。面白い。そうですね、ちょっと懐かしいお話でした。じゃんじゃん。黄色い帽子もセットで。あー、黄色い帽子ありますよね。初心者とか大人っぽく見えて、だって大人だもん大人だもん。ちゃんとお出しするとき今も黄色い旗持って渡るんでしょ。渡りません。黄色い旗はさ、あれじゃない、あのなんて言うんだろう、 PTA って言うんですか、なんか地域のおじさまおばさまがあの横断歩道の前に毎回立ってくださって、であの青だよ渡っていいよみたいな、おはようございますみたいな、そんな感じでした私は。ちゃんと右見て左見て、はい、右見て左見て、後ろ見て、手は上げてないかもしれないかも。だってもう見えるじゃん、私大きいもん。見えるでしょ、あげなくても。9時だってねえ、9時だよ、9時だよとか言って初見です、ありがとうございます。見えるよ、だってさ153あるんだから。私はもーちゃんいるかな、これかもーちゃんは本当にね、私のことを可愛い可愛いって言ってくれるの本当に。なんかねびっくりだよ私は、それがすごく。まあ言われてこなかったからさ、今まで人生においてさ、あ可愛いね可愛いねとかされてこなかったし、言われてもこなかったから、なんかもーちゃんがさそうやって可愛い可愛いってずっと言ってくれるのがさ、なんか言われ慣れてなくて、あのなんかにーってなっちゃう、うん、にーってなっち
もんちゃん大好きだよ。可愛がってくれてるお姉ちゃんですね。会いたい。ももちゃんは今兵庫にいるから会えないよ。オタクのような声がそう、なんかそう、オーディション終わっ、オーディション合格者発表して終わった後に待機する場所があって、そこで私のことをこうやってやったんだよって、ずっとなぜたんだよっていう言われたんですけど、ももちゃんが、私あんまり記憶がなくて、なんかさ、もうオーディションの記憶は私本当にあんまりなくて、結構真剣になくて、うん、あの時の記憶が結構ないんです私まあでも良かったです、オーディションに受かってみんなさんに出会えて、ももちゃんにも出会えて、先輩方にも出会えて、四期に出会えて、サチ、どんぶらくはそのことずっと言ってるなんか動画があったらいいけど、ないもんねきっと。そう、もう多分本当に現実理解ができてなくて、状況が多分私は受かったとかそういうことの整理ができてなくて記憶がなかったんだと思います。でちょっと待って、これさ時間を決めないと私本当に一生終われない気がするからさ、あっちゅー、かわいくてごめん、今何分 ?9 時4分でしょ。じゃあ10分にはお話を終えよう、でラジオ読んで終わりにしよう。オッケー、そうしよう。もう本当に私は本当にダメだね。出会ってくれてありがとう。こちらこそです本当に。髪ツヤツヤ綺麗だね。嬉しい、ありがとう。伸ばしてるんです。小学校の頃は多分骨盤ぐらいまでありました私。仕事中ずっと見てたわ。嬉しい、ありがとう。怒られないようにね、でも上司に大好きだーだって、ありがとう。大好きだ、君が大好きだ。めっちゃ長いね、長い。ヘアドネーションはしてなくて、そう、応援するからね、ありがとう。長かったね、長かった本当に。いろんな磯崎奈々ちゃん大好き、ありがとう。もうみんな優しい。こんばんは、こんばんは。配信終了まで車で見るありがとう。カリちゃんがヘアドネーションしたって知って、え、カリさんしたんですか。僕も仕事中なのに今なぜか風呂に入ってます携帯落とさないようにね。明日サイリウム振りたいんですけど何色ですか。赤色と紫色です。それが七色です。私も会いたいよ。嬉しい、みんなありがとう。じわりじわりと俺の中の好感度上がってる、嬉しい全然こんなね、なんでもないような話しかしてないのに
ありがとうございます。明日はなーちゃんサイネーム減ります。嬉しい、ありがとう。ドラフト会議から加入するときに日当たりして、ああそうなんですね。でもやってみたいなって思うんですけど、今の私がやったら多分30センチぐらいからですよね、ヘアドネーションするのって。ダメだ、すごく短くなっちゃう。最近走んなかったから元気かなと思ってましたが、よかった、私は元気です。そうちょっとね、私の中でいろいろ整理しなきゃいけないことがあったので、最近はなかなか配信ができなかったんですけど、まあ一旦落ち着いたと言いますか、はい、なので配信しました。明日もできたらいいな。本当はそう、日曜日というか公演終わり、前座終わった日にやろうと思ったんですけど、ちょっとお家帰ってきた時間がもうできなくて。そうなんです。またなちゃうちゃん持って劇場行きたい、来てください。私も早く劇場、今はさ前座だけだからさあれですけど、早く公演に立てるように頑張ります。もっと私を見ていただけるように頑張ります。BLT、 あそう BLT 販売されましたしね。そうですよね、たくさんステージで見たいです。はい頑張ります。私もたくさんステージ立ちたいです。はい、私は本当に劇場公演にたくさん出たいです。劇場が、劇場公演に、劇場に立ちたいです。そのために一生懸命頑張ります。私は本当にはい、劇場があってのこのお仕事だと思っていますので、劇場を何より一番優先して頑張りたいと私は思っていますので、頑張ります、応援します、ありがとう。だからなんか私がダメかもとかちょっと辛いかもって、やっぱ人間だから思っちゃう時があるんですけど、まあ、そういう時は皆さん私のことを褒めてください褒めたり、可愛いよ大丈夫だよって頑張ろうって言ってくださいお願いします。はい、ということで壇上を見たいと思います。よいしょ、これはどうやってやるんだっけ、違うな、あこれだ。じゃあ呼びたいと思います。いきます。13位、 OTGP さん、 OTGP ありがとうございます。12位、ハッピーありがとうございます。ピュピュピュハッピー。11位りゅうちゃんありがとうございます。10位ポアロンありがとうございます。9位かずひさありがとうございます。8位カルパラありがとうございます。7位安太郎ありがとうございます。6位秋広ありがとうございます。4位おやじ T53 ありがとうございます。3位中地ありがとうございます。2位マナポンありがとうございます。で1位あとちゃんありがとうございます。はい、
ということで、今日も配信ありがとうございます。今日もというか、まあお久しぶりだったんですけど、皆さんたくさん見ていただいてありがとうございました。はい、また明日お家帰ってきてお時間があったらやろうと思いますので、ぜひ来てください。ということで、明日劇場に来られる方はお気をつけて来てください。そして楽しみましょう。来れない方は DMM さんなどで見ていただけたら嬉しいです。それではバイバイ、またね、おやすみなさい、バイバイ。